はい、皆さんどうもこんにちは、ぶどうです。ファイアーエンブレム風化雪月続きをやっていきたいと思います。呪術師戦開幕、敵のステータスあんま見てなかったなと思って、ちょっとそこを確認してから始めようかな。うちのチームは今9人体制で333で分けてやろうかなと思っていて、エガちゃんエガちゃんエガちゃん、高速を見ていこう。11 15、ペトラ15、盗賊ね。まあ一番大きくて、あアドラークラスってそんなもんか。アドラークラスってそんなもん。15のペトラが一番最高と。次、ルーベンクラッセ、フェリクス、イングリッド高速15。きついねみんな15か。うちの軍で言うとさ、うちの軍はどんなもんよ。15ってことは11以下は追撃受けるってことやね。ラファエル結構危ないってことですね。ペガサスないとやっぱりやばい。ローレンツ遅いな。高速8。ラファエルより遅いんや。これはちょっとやばいな、ローレンツ。そして敵の武器、スレンドスピア、まあまあ強いな。スレンドスピアとかまだ一回も見たことないんだよな。使ったことないし。トマホーク、ロングボウ、このベルナデッタ注意やね。まあいいか、始めよう。敵の全滅、いよいよ呪術戦が始まる。みんな鍛錬の成果を存分に発揮してくれ。優勝学級には大いなる名誉だけじゃなく、賞品も出るとか出ないとかって話だぜ。優勝せんことにはストーリーが進まんよね。心の準備はいいわね。お、レア様、恨むなよ。手加減ができるほど器用ではないんだ。やり方は自由だ。勝ちゃいいんだろ。勝つのは私たちよ。何が起ころうともね。いいねこの3人。そうか、先生が参加してるのはヒルシクラスだけ。進軍せよ。ああここは CM のセリフじゃないか。進軍せよ。進め。え、無言なんか言ってよ。他の学級より多く敵を撃破すると報酬を獲得できます。他の学級同士が交戦する前に急いでて、あ、待ってちゃダメってことか。この二人潰し合いしてくんないかなと思ってたんですけど、それはダメってことか。ちょ、ね、ロングボウって回数は、耐久 15？ こらいかん。耐久15って5本、だいたいアーチって 5が耐久15。そらいかんよ。ちょっと使い切らすって作戦ダメか。じゃあ無理か。あ、宝箱がある。宝箱があるけどさ、敵の全滅やろ。まあうまいこと釣り出して戦うか。状況、敵の全滅だから宝箱はまあ
なんかあったっけ、宝の鍵とかあったっけ。ありますね、1個だけ。よし、まあでもそんなに急いでもあまり良くはないので、先生ここ、ちょっと待って、いや先生ダメだろ、高速はこの人たち、高速3、高速3、あならいいかな、攻撃28、ヒルダの方が強いっちゃんね。ヒルダ前に攻撃やろっか、私ですか、ヒルダ前にやろう。鉄の斧、マリアン先生後ろからくっつく、でそしてラファエルたちはこっち、リシテア・フォン・コーデリア、でクロード・フォン・リーガン、よし、でレオニー、どうするんだ、どうしようかね、レオニー2人来るんか、ここ塞ぐか、弓アッシュ、射程2から3、これずるいな、射程2から3か、でもまあ高速的には十分なので、レオニー、ちょっと待って、僕の出番のようだな、レオニーで塞いで、これ使おうか、新品使おう、でローレンツで、フレン、マリアンヌちゃん、マリアンヌちゃんにアーチが飛んでくる、マリアンヌちゃんこっち真ん中、ひとまずこれでどう、うわあアニメーションないんだ、はい、ヒルダちゃんの勝ち、よしよし、 B プラス、まあまあ、女のいいね、もう本気出しちゃったじゃない、まだまだいいね、守備、弱い乙女ですよ、守備 なかなかいいぞ、アドラークラッセとヒルシクラッセが戦闘を始めたか、うん、その隙に俺たちはアドラーの脇腹をつくぞ、アドラー、その3人はでも俺たちの獲物だ、ノックノック、左に行ってるのかみんな、ワオ、でうわ、でレオニー速さ守備、あいいね、守備いいね、守備いいよ、力がちょっと、まあでも17あればいいけどね、ベルナデッタを倒しに行こう、ヒルダ・バレンティン・ゴネリル、ベレット、ベレットに来るか、まあいいやろ、アーチが消えないとちょっと怖いからな、でこいつは、あ大丈夫かな、クロード・フォン・リーガン、ここ範囲じゃないんだ、ここクロード・フォン・リーガン、ここファイルキルステン、リシティア・フォン・コーデリア、そしてマリアンヌちゃん出遅れとうけどしょうがない、アーチを倒さないと先に行けないから、でアッシュが厄介なので、アッシュでもこのターン倒せないな、
倒せるかどうかわからん。これくらいはできますよ。速さいいね。少し強くなれた気がしますな。よし、ローレンツでこいつ倒すやろ、倒すやろ。この程度自慢にもならない、この程度自慢にもならない。そしてレオニーで、よし、いいね。よし、こずってる場合じゃないんだ。何もセリフなし。よしよしよし、マリアナちゃんか。うん、イングリッド、わお。こっちにフェルディナントが来た。フェルト避けろ。ああ、加減すべきだ。ああ、わお、いって。鋼の槍は痛いな。鋼の槍痛い。殿下、俺が出ます。アドラークラッセを引きつけましょう。ではルルーが敵を引きつけている間に俺たちは中央の丘の制圧に向かうぞ。わお、なんだ。あ、あドゥドゥなんかあったな、訓練。模擬戦の時になんかスキルがあったな。守備が上がるんだっけ、なんだっけ。ギャーギャー、ワオワオ。もう一旦カットします。ちょっとやばいな。これって別にさ、そのここを守らないといけないわけでもないからさ、真ん中行こっか。ここまで来てあれやけど。真ん中行こうぜ。ラファエル、ラファエル。シティアフォン・コーデリア、こっち真ん中行こう。でフェルディナントが来とるっちゃうね。先生がやばいっちゃうね。どんな感じ。あー、とりあえずベルナネットは倒さないか。わお強い。ベルナデッタ倒して、倒して、これでいいだろう。切り刻む。心を開いてくれたベルナデッタを切り刻む。確か宝の鍵、うん、これいらんわ。でヒルダ、ヒルダはさ、斧殺し持ったよね。おお、いいね。ヒルダ、じゃあここに受けて立つか。茂みで、森で受けて立つ。フェルディナントを受けて立つ、うん、そして真ん中の軍はそこそこいい感じだから、レオニーを回復させて、手はかけるね。アーマーが来とったね、今ね。あ、イングリッド、ん？イングリッド。あ、ここか。まあ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 。で、レオニー、ローレンツ、じわじわ行こう。マリアンヌちゃん。あ、誰かリシティアに来るな。え？あー！ちょっと、待ってよ。高速12。高速10、あ、追撃はされない。攻撃31、
攻撃31？耐えるか。ギリ耐えるよな。いや大丈夫、耐える耐える。用意は万全です。あ、出た、計略ミス。カスパル、おお、避けた。頭を使わないとね。ミス、ミス、ミスどころか当たっても4しか食らわん。避けろヒルダ、いって。10の2回。あれ、さっきとダメージ量違くない？なんでだ。ビシティア・フォン・コーデリア、よし、よく受けた。オッケー、いいぞ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 。遅い。え、外すなよ。83ピンハルト、助かります。エネミーフェイス、ああ、なんか来てる。フェリックスが来てる。わーお、一撃。え、え、え、何それ何それ、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 ずるいずるい。サイド右側やばいな。アーマーでも左の方に行ってるな。ちょっとさ、クロード・フォン・リーガン、いけ。あっ、うん、じゃない、必然さ。よし、ミシティア・フォン・コーデリア、ライブ、いや、助かったぜ。よし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 、で真ん中行こう、みんなで。フェルディナンド弓放題、弓技能 D 以上。フェリックス、 なんでこれ外れてんだろう。あ、いいか。カスパルがやばい。3チームになって戦うっていうのはなかったことはないか。そのタグンってことか。そのタグンとも違うな。そのタグンも遊軍も攻撃はできんもんな。攻撃はできんし、襲いかかってくることもないから初めてっていうことか。ちょ待って、フェリックスは大丈夫か。追撃受けるんじゃないか。追撃受ける、やばい。ローレンツはやばい、ローレンツはやばい。レオニーやな。待って、レオニー、アネット、魔法ガール、あ、でも届きはしない。じゃあフェリックスはローレンツで受ける。あ、違う、フェリックスはレオニーで受ける。でフレンで回復。助かるよ助かるよ。森は乗ってこんやろ。乗ってこんね。よしよしよし、森を譲らずにレオニーで一応打ち取って、でヒルダ・バレンティン・ボネリルでフェルディナントを倒す。で当たるな。あ、弱い私に負けちゃう。当たるな。でも回復してあげよう。ライブ、いや、ごめんね。でラファエル・キルステン、先生か、先生。あ、微妙なんですよね。ペトラ、ペトラ危ないぞ。アーマーキラー、
ここ真ん中やばいな。でもここちょっと陣取りたいよね。よし頑張れ。レオニーたち右を片付けたら。おエガちゃん、なんだなんだ今の攻撃。うわわお、アドラークラスでも全然生き残ってないね。うわ、おりゃ、うん、おりゃ硬いのか。機関ドゥドゥ強敵。お9の2回。よし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 、レオニーでさえ追撃受ける。やばいな。仕組みが分かれば簡単かもな。倒せるかフェリックス。わあ、ハネット強、イングリッド強、強いなペガサスナイト。ちょっとフェリックス結構やばいかもしれんな。わお、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。さよなら。